から大阪に行きます。広いなこれ。マリオットホテルに到着しました。私が映ってしまうので、なんとも、まあ、ここはトイレだと思うけど、こんな感じでベッドがあります。あ、広い。こちら側を撮ってなかった。あら、ネスプレッソでもこのタイプは初めて見る。キョン。あ、でもミルクはスジャータなのね。わー、すごいですね。じゃ、これアベノハルカスの上の方とあんま変わらないのかな。かぼちゃ、これ3回目です。スコーンと、これはなんだっけ、パンナコッタだったかな、アールグレーなんかやってる人。何持ってきたの。あ、ペプシ。ペプシも生だって。ガラコーラ、見た目は薄そうだな。あ、そうでもない。あー、飛んでる、いっぱい飛んでる。めっちゃ逆光になってるけど、あれ、首かしげてる。あらららら、あらららら、なんでこんなあっさりしてるの。あ、そうなの、いいんじゃない。長さんスペシャル。こういうのもありますよっていう。うわー、すごい。これここでも十分展望だよね。うん、いやー、あ、スシローって書いてある。展望台に来ました。
わかった。すごいよ、下。すごいわ。ここからちょっと早送りでお届けしたいと思いますけど、マリオットホテルから展望台チケットをいただきまして、こちらに参った次第ですけど、いや、人ってなんで高いところに行きたがるんでしょうね。俯瞰してみる人間のちっぽけさに気づかされたりします。夫との一時帰国は今回2度目なんですけど、限られた滞在日数だと毎回同じところにしか行けないよねってことで、一泊ですけど大阪旅行ということになりました。実はちょっとしたハプニングがあって、ここではお伝えできませんけど、 USJ に行く計画もあって、でもなぜかインターネットでチケットが購入できず、やむなく断念しました。ちなみにカリフォルニアに住んでいるんですけど、 LA のユニバーサルスタジオには一度も行ったことはありません。うん、なんかすっごい綺麗なんだって、反射してこの木が映ってて、ちょっと光が足りません。ワイン持ってきてくれた、ありがとう、うん、すごい濃い味や。あ、味ね、煮込んであるから濃いよね、ごま豆腐とかありがとう。コーンスープと牛肉とトマトの、なんだかわからない、忘れちゃった。帰ってきた金パン。さっき取らなかったケーキ持ってきて、カモミールティーにしました。いつの間にかこんな暗くなってました。反射して私が映ってるか。ここ開ける。さっき開けたらびっくりした、ぴゃーん、すごいね。ここでお酒は飲まないけど、お茶セットがすごい、これ。コーヒーカップどこにあるのかなと思ったら、ここに隠れてた。さてお風呂を入れようか。よいしょ、こうやってやるんだ。全くわからん。おはようございます。へへへって、丼まであります。
本当サバが食える。中さん嬉しいですね、うん、パンケーキがあって持ってきちゃった。たこ焼き持ってきてくれた。たこ焼きの食べ比べをしようと思ってきたんだけど、すごいいっぱいありすぎて分かりませんね。分かりませんね。いっぱいありすぎて分かりませんね。どこがいいのかな。お、私はマヨネーズはいらない。それは意見は一致していますね。まずここがいいかなって思って、こんにゃくが入ってる。なんだこれ。ああ、ちょっと違うのね。これも人が並んでる。あとこの2店舗、あの長さんはこのびっくりたこ焼きは無理だと思うので。あ、ここも美味しそう。うん、塩です。熱いと思う。あ、とろけるとろとろだ。さっき あの朝食のやつはね、おいしい。熱々熱々。あ、海苔塩の香りしました。今度はあ、アイズ、なんて読むのかな、アイズかな、行ってみよう。割と小ぶりです。可愛いサイズです。でもまた暑くてどうしよう、うん、絶対死ぬ食べ方してるぞこの人だろうね。あ、でも食うかい。味が分からん。超涙目だよ。さっきのところと大して変わんない。塩味があるかないか、そしてちっちゃいかどうか、そんだけ。だしは入ってるからね。あ、でもエビが、向こうはエビが入ってる。こっちは基本純粋な和風だしなんだよね、うん、あっさり。はい、味どうですか。ね、こんにゃくみたい。え、そうなの。だから生パスタ苦手で、あ、弾力が出すぎたただのこんにゃくじゃんこれ。こんにゃくバターとパスタが食べたのに。暇なんで開けてみました。まだこっち